はい、今日はですね、ちゃんこさんに教えていただいた炊飯器レシピ、お米をですね、ちょっと2合よりちょっと気持ち少なめ、これで30分ぐらい置きます。はい、ばあちゃんの言うところの金とこですけど、椎茸切ってきます。はい、椎茸切りました。はい、舞茸、小林さんの舞茸って書いてます。はい、ぶなしめじも適量。はい、三つ葉、これも洗ってカットしておきます。はい、松茸の味、お吸い物2袋入れます。はい、お酒元禄美人少々、こんなもんじゃないですか。はい、白だしを少々入れます。はい、きのこ入れます。大量やな、多すぎ。きのこはすごい量になりましたけど、これで炊いていきます。さあ、どうでしょう。オープン。おお、きのこだらけでもないか。ご飯がしっかり出てきてるから、しいたけもっとちっちゃく切ったらよかった。はい、きのこ炊き込みご飯炊飯器レシピ、ではいただいていきます。